が今の今やったようなソロギターっていう、こうアコギ1本でメロディーとかベースとか伴奏とかパーカッションとか全部やってしまおうっていう、そういう音楽のジャンルになっています。で、最近は押尾幸太郎さんとかそういう方が出てきて、まあ、だいぶ有名になってきたと思うんですけども、まだまだマイナーなジャンルなので、今日来た皆さんぜひソロギターという名前だけでも覚えて帰ってください。じゃあ次の曲で、最後になるんですけども、日本のソロギタリストの松井裕樹さんという方がいらっしゃって、その方の君と僕という、曲を弾きたいと思います。ありがとうございます。アビコさんでした。